はい、皆さんこんばんは。今回は任天堂スイッチで買った200円で買ったゲームおつややっていきたいと思います。このゲームはまあ200円で買ったレベルだったので結構すぐクリアできちゃった。だからちょっと動画にしていこうと思うんで、まあでも200円で考えたらまあ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 って感じかなっていう気もした。まあ、おじいちゃんがね、亡くなったから、おじいちゃんの田舎にこう、行くっていうところから始まるっていうね。厳しくも優しかったじいちゃん。涙がこみ上げてくる。しかもまあ、グラフィックとかもぶっちゃけもう、200円レベルって感じがする。で、大体こう、もうルートは覚えとるから、こうさっさとさっさとやっていこう。書き置きがあるはずだ。遠くからご苦労様、急で申し訳ないんだけど、母さんは用があって泊まり待ちにいるので、寝ずの番お願いします。まず、お供え物をして、お線香をあげて、丘の上の、お地蔵様をきれいにするっていうね。じいちゃん、これでよし。からまっすぐ行くと、ガシガシ、お墓が見えてくる。あれ、お供え物これじゃない。これだよ。よし。そして崖の上のお地蔵様をきれいにする。いや、ほんとこのゲーム早かったら30分ぐらいでクリアできるかな。迷ったりするところは、まあ、あるっちゃあるけど、そんなにたくさんはないよな。これ確か夜になるんじゃないかな。ならんかった。さあ帰ろう。ダッシュがもうちょっと早ければな。1回目やった時このなんか木のなんか影がなんかこう幽霊とかに見えたけど、こんにちは。そうそう、ここで寝るんや。そして夜になる。1回目やった時、
今のドーンでめっちゃびっくりした。そう、夜だから1回目クリアした時はあのスイッチを携帯ゲーム機状態でやってたから、お墓の場所がなんとなくでしか覚えてなかったから、ここがまず1個目は迷った。誰がこんなこと。とりあえず家の真室に戻ろう。懐中電灯、下はよく見えたりするけど上の方など全然わかんない。あれ、家どこ行った。おい、暗くてよくわからない。あれ、ちょっと家がどこかわからんかった。一回切って切っとったけど、やっと見つけた。おお、まあぶっちゃけ分かってるからビビりはしないけど、やった、まさか光一さんからのデートのお誘いが来るとは夢にも思わなかったわ。来週の花火大会とても楽しみ。とっておきの浴衣を用意しなくちゃ。メモ帳、確かどっか道にもなんか落ちてアイテムが落ちとったような気が。そして不気味なトンネル、田舎にありそうな旧道トンネルっぽい。うわー、なんか来た。うわ怖っ。まあ、知ってるけど、でも最初見た時は逃げた。あ、かんざしね、これは重要アイテムです。3つのアイテムを集めないといけない。まだ取れません。鳥が見えるぞ。
は後だったよな。あ、思い出した思い出した。そうそう、こっちだ。こっち何もなかったっけな。ないな。向こうに行きます。こっちになんか壁に斧が突き刺さっとったような。向こう側か。ここは斧でこの木を切り落とさないといけないから斧は必要な。覚えとくな。ある女性の日記。信じられない。どうして彼はあの女と。私との思い出は私にかけてくれた言葉は嘘だったというの。ここはある意味最後の重要アイテムを見つかないといけない。斧ってどこで木に入ったっけな。なんだ、木の跡が気持ち悪い。ああ、そうそう、これも重要アイテム。お、なんかある。うわー、びっくりした。今のはマジでびっくりした。今日は私の誕生日、そして私と彼の婚約記念日。彼は一緒に幸せな人生を歩もうと言ってお互いの指輪を渡してくれた。今か今かとこの瞬間を待ちかねていたけれど、やっと涙を流すと彼は優しく涙を拭いてくれた。ちょっと斧探しに行ったんだか。赤い洞窟だったような気もしたんだけどな。時間かかるかもしれんけど、一回ここで切っとこうかな。やっぱり赤い洞窟にあった。この。よし。うおー、びっくりした。しかしお前は幻なんだ。オッケーか。あ、やっぱり。そしてトンネルの向こうに井戸がある。
つ目のアイテムをゲットすると。やっぱりクリアに近づいてきた。住んでる愛媛県にもこういう、なんだろう、国道じゃない、旧道の昔のトンネルでこうやばい噂みたいなのが結構あったりするんだろうな。昔友達となんか車で行って写真撮ったら友達の足が切れてたっていうのもあったけど、あったな。ズボンがスパーンと切れとって、これはやべえってみんなで言ってたよ。だから膝を曲げただけじゃなくて、本当にズボンがスパッと切れてたっていうのはびっくりしたな。あれ、井戸もっと、あ、やっぱもっとこっちか。この辺じゃなかったっけ。やべ、戻りすぎた。メモ帳が落ちてるということはもうちょっと先だ。確か左側に、あれ、トンネルの向こうやったっけな。ないということ、トンネルの向こうか。時間が、まあ、時間別に大丈夫だけど、動画にしてるからな、無駄なところはあまり見せたくないよねって聞か思う。あとでパソコンで編集しようかな。今はのスイッチは録画の専用の機械で撮ってるから編集自体はできないんだよね。ここだった気がする。あ、荒野行動がダウンロードできた。これ動画にし終わったらもうやることないと思うから、もう削除かな、容量節約のために。確か真ん中が、で、簡単し、顔が見えそうで見えない。顔が見えそうで見えない。なんかネックハンギングツリーされました。どれだけ意識を失っていただろうか。深い森の中で目を覚ますと、あの女は消えていた。だが足元には備えたはずのシナンシナが散らばっていた。あの女は一体何だったのか。遺体の知らない虚無感に襲われながら、シナジナを拾い上げた。あの女は慰霊碑の女性なのだろうか。多分そうでしょう。供養してあげよう。そう思い、家へと帰路に着く。
はい、クリア終わりました。はい、200円ゲームおつや、はい、無事に、はい、なんかエンディングも特に何もなくクリアっていう形になるっていうね、さすが200円。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。